ユーロ王子、ポンド王子、ボラが大きいんですね。明確に割ったっていう根拠がないと売れない、その感覚を養ってもらいたいなと思ってるんですけど。そうですね、これ1億ありますね今。あとはだから待っとくだけです。皆さんにやってほしいっていうのは実際のリアルの口座っていう証拠になるんで、だけで多分何千万かな、3000万ぐらい、まあ、上に行けば勝つと。こんにちは、三井です。今回はですね、東京時間ですね、日本時間の朝8時半からお昼過ぎの3時までですね、その間でですね、トレードのやり方についてのお話をしていきたいと思います。実際にですね、僕がですね、チャートを見ながらですね、こんな感じでトレードするよみたいな、そういうこともお伝えしているので、ぜひですね、参考にしてもらえたらなというふうに思ってます。じゃあ、動画の方よろしくお願いします。それではですね、東京時間のですね、トレードのやり方についてのお話をしていこうと思います。東京時間ではですね、開いている市場がですね、東京市場、あとシドニー市場、オーストラリアとかニュージーランドとか、そっち系の通貨ペアの方がすごく値動きが大きいっていう感じです。見ていく通貨ペアとすれば、円絡みもしくは OG 絡みです。具体的な通貨ペアを言うと、ドル円と OG ドル、ユーロ OG、ポンド OG です。あとですね、値動きで考えると、どうしてもゴールドっていうのが挙げられます。ゴールドっていうのは基本的に一日中値動きがすごく激しいんですよね。なので、どちらかというと、値動きが激しいんですが、東京時間に限って言えば、欧州とかニューヨーク時間に比べて、非常にですね、ゴールドの値動きが少ない。ということは、結構ゴールドって東京時間と相性がいいかなと、すごい緩やかに動いていくので、ボラティリティもそこまで大きくないので、狙えることになるかと思います。で、ユーロ円とか、ポンド円とか、そういうクロス円絡みもできるんじゃないかなって、お話はあるんですが、僕がたまたま見てないだけの話で、クロス円をやってもらっても全然構わないと思います。ユーロ王子、ポンド王子っていうのは、結構ボラが大きいんですね。もともと王子ドルっていうのは、そこまでボラティリティがないんですけれども、それがですね、ユーロ王子とポンド王子にすることによって、結構ボラが大きい。で、ただですね、もう今のこのご時世というか、ドル円のボラティリティも結構実は大きいんですね。1日に平均でだいたい1円ぐらいやっぱ動くんで、もう逆に言うと1円も動いたら普通にトレードできちゃうんですね。なので、ぶっちゃけの話言うと、もう今はドル円メインでやっていってもいいんじゃないかなということを思ってます。ということでですね、今日もだいたい10分から15分の間でトレードをやっていこうと思います。じゃあチャートを見ていきますね。ドル円ですね。上から一旦上がって、4時間を見た時には、ずっと一気にここまで上昇のトレンドだったのが、この辺かな。もうちょっと上ぐらいで跳ね返されそうな気がしますね。158円まで来たら売りたいかなっていう感じはしますね。なので、このチャートを見る限りでは、ちょっと上がりすぎちゃってるんで、ここから買っていくのはちょっとしんどいかな。じゃあ次ですね。ユーロ OG はどうかというと、1回下がって高値安値で、今はこうきっちりとサポレジ転換してますよという感じですね。でなおかつ無理やり引くとここに多分トレンドラインみたいな、それを抜けてきたんで、一旦はこれ逆三本のその今右肩を作りに行くような感じがしないでもないですよね。ここ1回下がってきたんで微妙な感じではありますね。次が本同時も同じですよね。ただどちらかというと、ユーロ王子をやるよりも、ポンド王子やった方がまだ勢いがあるんですね。高値安値、高値安値ってずっとキープしてるんで。王子がなんか偉い売られてますね。一旦なんかこの辺でサポートされそうな気はしますけどね。この辺結構強そうな気がするんで、あんまりここから突っ込んで売りたくはないですね。ということは、王子をここから買うって考えたときに、ユーロ王子とか、ポンド王子って下方向なんですよね。どちらかというと、こっちの方が面白いんじゃないかなというふうには思いますね。で一応ですね、欧州の時間は一応空いてるので、この時間に指標はないかだけは確認しておいた方がいいかなと思いますが、今のところ、指標はないです、今日は。なので、安心してトレードができるという感じでございます。これは、下がって下がって下がってで、これは一旦ここで跳ね返りそうな感じがしますね。損切りをここからここで置いて、6ピップか。6ピップ。10ピップスで損切りを置いて、
まあ一体、リスクリワード1対1でトレードは多分できるかな。今の途中ですが、この動画を見てて、一人でトレードするのは孤独だ、なかなか勝てないと悩んでいるなら、概要欄に貼ってある僕の LINE に直接お問い合わせください。コメントお待ちしてます。それでは、引き続き動画をご視聴ください。で、それ以外のところは、売るのはちょっとまだ怖い。確かに高値圏にはいるとは思うんですが、確かに高値圏ですよね。高値圏ではいるんだけど、もうちょっと、明確に割ったっていう根拠がない限り、ちょっと売れないってなると、まあ、あとは、ゴールドもなんか、底が硬いような動きをしてますね。一応、だから、ここの安値をつけた高値はここなんですけど、安値、高値、ギリ切り上げてるとこなんで、これやるんやったら、すごいですね。値幅が、ボラがすごいですよね。こっからここまでで80ピップありますね。さすがですね、ゴールド。ということで、まあ僕がですね、まあ基本的にクロス円をあんまりやらないっていうのはやっぱり理由があって、まず、その監視する通貨ペアがめちゃくちゃ多いと、その分忙しい。僕基本的にドルストレートがメインにトレードするんですね。例えば、ドル円とユーロドル、ポンドドル、あとオージードル、まあ、ドルかな。まあたまにユーロポンドをやる。東京時短とか、そういうところに限っては、ユーロオージーとか、ポンドオージーとかもやるよという感じです。でも、あまりにも値幅がないときには、ゴールドを見るというような感じで、まあ、トレードをするんですけども、じゃあ、クロス円を僕やらない理由は何でかっていうと、やっぱりクロス円って、ストップ割りみたいな、下ヒゲとか上ヒゲが結構上下に出ることが多いんですね。で、損切りを直近の山とか谷とかに僕どちらかっていうとするんですけど、結構それに引っかかりやすかったっていう経験です、これは。はい。ただ僕がやってた時はそうやったっていうだけで、もしかすると今はそうじゃないかもしれない。それはご自身で多分検証とか、実際のリアルでトレードされて、で、その感覚を養ってもらいたいなと思ってるんですけど。あとは、クロス円とかってすごく変な動きをしやすいんですよね。変な動きって何ですかっていうと、さっき言ったように、ストップ狩りをするとか、あとはトレンドがね、なかなか出なかったりもやっぱするんですね。クロス円でトレンドが出る時っていうのは、大体ドル円でトレンドが出てる時が多いです。っていうのと、世界をですね、取引されてるトレード量で考えると、世界1位がユーロドルなんですね。ユーロドルが全体の 25% ぐらい占めてて、その次に多いのがドル円ですね。ドル円で10後半ですね。その次にポンドドルが来て、でその次に今、確かに元が来てるのかな。元と円かな。でその次に大体 OG 円とか、OG ドル、カナダドルみたいな。で、実際じゃあそのクロス円っていうのは大体何パーセントぐらいですかっていうと、ほぼ 1% 未満なんですね。で、なんでじゃあそういう取引が多い通貨ペアを僕が選ぶかっていうと、わかりやすく言うと、トヨタ株と、なんかよくわからん、ちっちゃい会社の株と同じイメージだと思ってください。取引量が多いっていうことは、そんだけですね、変な動きをしにくいんですよね。で僕も株をやってたことがあるんですけども、やっぱりこう、商いが薄い株ってすっごい上下するんですよ。なんか意味わからん時でピョンって跳ねたりとかもするんで。そういうことがやっぱ結構多いんですね。それをだから単純に FX に当てはめて考えると、ボリュームが大きいユーロドルっていうのはトヨタみたいなもんですよね。で、ドル円がまあソフトバンク。まあそんな感じ。それぐらいの大型株になってくると、トレンドは結構続くし、変な動きはしないんですよね。で、大口が入ってきたとしても、もともとのボリュームが大きいんで、そんなにだから上下も膨れない。安定している、まあ、チャートが見やすいんじゃないかなというところで、まあ、僕はボリュームが大きい通貨を見てると。東京時間と全然関係なくなっちゃいましたね。申し訳ないです。で、じゃあトレードいつすんねんって言われると、ちょっとまだ入れないですね。ドル円、まあ、ショートのような気もせんでもないけども、ゴールドは買っても良さげな気しますね。上抜けてくるんだったらもうブレイクで入ってもいいかもしれない。ただボラが、ここ、損切りここに置いて40ピップスもあるんですよね。結構でかいですよね。あとは、ユーロオージーに関してはちょっとなんかこう停滞しそうな、一旦ここまではなんか下がってきそうな気はするんだけど、下がっても10ピップスしか取らねえ。損切りどこ置くねんって言うと、損切りがだから、このてっぺんまで折ったら全然リスクリワードがもう合わないし。あんまりトレードこれしにくいですね。だったら、これは一旦下に抜けてからのこの戻りを打って、この辺から売りたいか。どっちかというとそういう戦略の方がいいっていう感じですね。なってくると、やっぱり、王子は買いの方向ですよね。買いの方向で考えた方が楽しいというか、面白いというか、これ逆に、陽線で終わる。
るんだったら結構買っても面白いかもしれないですね。ただ問題は値幅が何もあるかな。そうですね、だからいまいちですね。そうこうしているうちになんかもう15分も喋っても、なんかゴールドもトレードする気がないですね。そうなるともう1分足で見るしかないんですよね。昼の1時とかなんでやっぱりこう値動きある程度停滞してますよね。東京時間やるんであれば午前中のやっぱりこう8時半から9時とか10時かな、中根のあたりですね、8時半から10時ぐらいで、トレードした方が良かったんじゃないかなと思います。今日はですね、トレードしたいと思ってもなんか無理に入っても仕方がないんでトレードは今できないです。だからこういう日があってもいいんじゃないかなと。それが本当にライブなんで、実際のリアルのトレードってこういう時もあるし、トレードって、なんか勘違いっていうか、よくありがちな話なんですけども、パソコンの前に座ったからといって、ポジションを持たないといけないっていう考え方は僕危険だと思ってるんですね。自分でトレードできないとか分かんないと思ったら、それをやらないっていう選択肢も僕はありだと思ってます。何でもかんでも、そのトレードしたら勝てるっていうわけじゃないんですね。僕とかはやっぱりこう、虎視眈々と狙うっていう考え方の方がすごく大事だと思ってるんですね。トレードをやるんだったら本当チャンスみたいなところをしっかりと待って、どうしてもこうトレードの回数を重ねれば大きく稼げるって思ってる人がやっぱすごく多くなってきて、特にスキャルピングをなんか中途半端に覚えちゃった人はポチ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 、俗に言うポジポジ病って言われる人ですよね。実際僕もやっぱそういう時期がありました。ポジポジ病になってしまうと何が危険かっていうと、お金を稼ぐことが目的じゃなくて、なんかこうトレードをすることが目的になっちゃうんですよね。本当トレードっていうのはちゃんとチャートを見て、でどうなったらどうなるっていうシナリオをちゃんと考えて、そのシナリオにな通りになったらエントリーをする、で損切り取り確保を入れるっていうのが大体トレードのやり方なんですけども、そうじゃなくてもうなんかパッと見た感じでパパッてこう、あ今チャンスやと、そっちって落ちて、損切りどこすんのみたいな、いやなんか後で考えればいい、なんかそうなってくると、まあお金を稼ぐことが目的じゃなくてトレードすることが目的になっちゃうことがすごく多くて、で僕も実際そういうことがやっぱり過去あったんですよね。あんまりそれはもうやりたくない。なんでこうやって、YouTube 撮ってる間に、トレードできたらいいんですけど、できない時もあるよと。できなかったら別に無理にトレードすることもないよね。それもトレーダーとしての考え方ですよね。やっぱりこうチャンスは虎視眈々と狙えっていうのは僕はすごく大事だと思ってるし、待つのも相場ってやっぱり言葉があるじゃないですか。無理やり入っても多分僕はろくなことないと思ってるんで。ということでですね、ちょっと今日はノートレードだったんですけども、そういう日があってもいいのかなというふうに思いました。では最後まとめますと、一応東京時間ですね、は大体こんな通貨ペアを僕見てるよみたいな、こんな話をしたので、もしよろしければですね、ご参考にしてもらえたらなと思います。動画いかがでしたでしょうか。結局ですね、20分ぐらい、動画撮ったんですけども、エントリーするチャンスっていうのが、なかった。ので仕方がないなと思ってます。僕もトレードをやってるんですけども、毎日毎日実際になんかポチポチとエントリーするわけでもないんで、そういう時もあるかなというふうに思ってます。ただですね、その中でですね、通貨ペアの選び方だったりとか東京時間とか、そういう辺のコツですね、そういうのもお伝えできたんじゃないかなというふうに思ってます。なので参考になったという方はですね、いいねボタン、もしくはですねチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、 FX をやってるんだけども、なかなか勝てないよとか、この人面白そうだからなんか教えてほしいよねっていうことを、そういう思われた方はですね、概要欄の方に LINE のリンクを貼ってますので、そちらの方からですね申請してもらえればなと思ってます。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。